皆さん、こんにちは、芸能緊急サプライズチャンネルです。藤井聡太二冠のある性格が彼を強くした。師匠、杉本正隆が語るその行典の内容とはでは、早速行ってみましょう。数々の最年少記録を達成してきた藤井二冠。デビュー戦の相手は、加藤一二九段だった。当時、最年少騎士と現役最年長騎士の対戦とあって、世間でも大きな話題を呼んだ。 藤井二冠を小学校4年生の頃から指導してきた杉本八段は、迫力がすごいから、圧倒されないように、とアドバイスをしたという。また、服装について相談された時には、制服で行くのが良い、と助言もしたとのこと。そんな杉本八段、加藤九段が藤井二冠の性格について語った。藤井二冠は考えることを苦にしない性格、そう最初に語ったのは杉本八段である。 藤井二冠の将棋飯はメディアでもたびたび報道されるが、そうしたランチのメニューでさえ決めるのには兆候するという藤井二冠。その性格について、例えば、フランス人。フランス人は兆候するんだよね。つまり楽しんでいるわけよ、と加藤九段は分析している。将棋という場面だけでなく、普段の生活においても深く考え、それを苦にしない性格であることがわかる。 また、杉本八段は、藤井二冠の子供の頃を振り返り、定石書をあまり読まないタイプだった、と語った。常に自分で考え、楽をしない性格、だったと振り返っている。将棋において、藤井二冠は長考派であると分析する杉本八段。しかし、そうした長考も決して国はしていない様子。こうしたことから、藤井二冠の性格自体、将棋の勝負の世界に適していたといも言える。 ここからは私の感想なのですが、藤井二冠のデビュー戦は、ものすごく話題となっていたことを今でも鮮明に思い出せる。デビューからこれまで、数々の偉業を達成してきた藤井二冠。その強さは、性格にも由来するのだと今回改めて感じた。調考すること自体、苦にならない性格でなければ、将棋を楽しむことはできないし、強くもならないと思う。藤井二冠はむしろ、考えることを楽しめるタイプ。 将棋向きの性格だ。今後の活躍にも期待ができそうである。以上となります。いかがだったでしょうかよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。